登ってくれ。
いつまで持つかわからないわ。ああ、司令室に一時退避するぞ。ビルにまで判断か。急がないと本部も危ないぜ。バイオテロ時代を予見した FBC の実行力強化、ボスがその必要性を国際社会に訴えていたところだったしな。世界中の人々がバイオテロの恐怖を知ることになるわね。ある意味いい宣伝だわ。ああ、ボスの意見を国際社会も認めざるを得なくなる。 FBC もまだまだ変わる。新入りを助けられ。大体片付いたみたいね。問題ない、一人で。傷が深いわ、強がらないの。ってことで肩を貸してあげてね、バーカ。司令室に退避だと言われたはずだ。俺だってまだ戦える。このざまで語るな。捕まってろ。まだ撤退は早い。民間人が町には残されていた。彼らを助けなくては。数の差が圧倒的だ。作戦を立て直す必要がある。たかが数十名の連中がこんな大規模なテロを。BOW 兵器はどこで。まだ嫌がる。自己犠牲気取りか。生意気は一人前に戦えるようになってからだ。
ひどい。これ以上動かすのは危険よ。どこかに手当てしないと。この辺りなら安全だろう。医療班が利用していたのは4階のオフィスだったわね。止血帯くらいあるはずよ。すぐ戻る。そこを動くな、CD。いい子として待っててね。行くわよ、バカ。間に厳しくしておくに越したことはない。いいけど、ほんと男って面倒な生き物よね。を持って戻るとするか。応急処置ならそれで間に合うはずよ。早くここに。死ぬ気が。早く戻らない。な
ったく世話のかかるやつだ。言わないで、血が多い男に勝てないのね。魂入り、あとはお任せ。まともに倒してあげるわ。よし、安全を確保。新入り君の手当てをしてあげないとね。傷の具合を見せてみろ。新入り、貸し一つだ。覚えておけ。まっすぐなのはいいが、部隊を危険にさらすような青臭い正義感は捨てろ。それが現場の鉄則だ。わかりました。よし、これで少しは楽になる。なんとか歩けそうだ。ついてこれるな。司令室に続くエレベーターはすぐそこだ。
司令室まであと少しだ。このまま新入りを援護しつつ進むぞ。新入り君、ちゃんとついてきてね。ここは俺たちに任せろ。地球はそのまま司令室に帰りだ。司令室に向かおう。